まっすぐ、そう、まっすぐ行くともうバス。素晴らしいリーグだというのも伝えた感じも、明日の試合
粘り強く、無駄なファウルもしない、無駄なカードももらわない、そういう、それで相手にクリーンだけども、50-50 のボールは球際激しく、相手に圧力をかける、そういうサッカーだ。だからどんなことがあっても、常にメンタルは冷静に保たなきゃいけない。で、たくさんのヴィッセル・ユニオンっていうサポーターの人とも会ったけど、ここまで来てくれるサポーターもいるし、で来れないサポーターもたくさんいる。でも神戸で必ず応援してくれてるから、そういうみんなのためにも勝ちましょう。OK、どう？よし！Yes.
試合に関しては
まあ、相手が少しシステム変えてくる中 で少し前半はバタバタしたかなと、攻撃も守備も、まあ、自分たちのリズムでできなかったなと思います。まあ、後半少し、整理はして臨んだんですけど、まあ、多くのチャンスっていうのは作れなかったですし、まあ、試合内容を見ると勝ち越しっていうのは仕方ないのかなと思います。もう気持ちを切り替えて次の試合に勝てるように、勝ち点3取れば、全然ポジティブな結果だったと思うし、まあ、ACL に関してもそうですけど、ぜひ気持ちをまずは切り替えて